はい、いらっしゃい。へんおずい。ということで、今日はね、久々のお肉です。こちらね。これ僕の知り合いが、金総鶏っていう、この鶏、美味しいからって言ってね、美味しいから食べてねって言ってくれたんで、これをね、じいちゃんになんか作ろうかなと思います。けれども、僕もね、あんま鶏肉のレシピないんで、とある YouTuber さんのね、ちょっと参考にさせてもらいたいと思います。さあ、誰の、ね、動画をパクるかな？みんな当ててみてね。ちなみに、こちらの鶏、ちょうどね、6日間このピチッとシートで、ちょっと熟成したらちょっとハムみたいになっちゃったんだけど、多分全然匂いはないし、いい感じになってるんで、今から作っていきます。さあ、やっていこう。これね、これだよ。はい、じゃあとりあえずね、こちらの鶏肉をね、切るよ。4等分ぐらいにね、切ります。じゃあこうやってね、今ね、4等分にしました。4分割かな。はい、じゃあこの塩をね、ちょっと振るよ。この両面ね、でこっち、ピヨ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 って、はい、ピヨピヨ、はい、オッケー。で、ちょっとこのままね、しばらく置いとくよ。そうしたら、次にじゃがいもをね、茹でます。じゃがいもさん、じゃがいもをね、茹でるね。これ切るか。じゃがいももね、芽がね、ちょっと伸び気味。じゃがいもはね、こんな感じで切れましたんで、これをね、こう細かく、細かくっていうか、こんなもんかな、切っときます。じゃあこれを、こちらの鍋入れてね、ちょっとお塩。はい、じゃあここでね、スイッチオン。あれ、つかんじゃん。つかんついた。じゃあこのまま沸騰後15分ぐらい、茹でていきます。で、ね、香草とかがあればローズマリーとか使うといいってことなんで、これも乾燥のローズマリーがあるんで、これをね、ちょっとこう、ここにちょっとこう、こんなもんかな。こうしてこれを切ります。飛ぶなこれ。いやいや、飛んでいっちゃうよ。どうする、ダメだ、みんな飛ぶ。どうしたらいいんだこれは。まあ飛んでいっちゃう、飛んでいっちゃう。ぴょんぴょん跳ねるじゃんこれ。なんだこれ、手で潰せばいいのか。手で潰せばいいんじゃんこれね。はい、まあ、手でね、潰しながらかけます。ということで、今からね、フライパンを熱して、温まってきたんで、オリーブオイル、はい、こんな感じでね、入れます。そうしたらね、鶏肉をね、入れていくよ。皮目の方からね、こんな感じで。ただ弱火にして、ちょっとじっくりね、皮目を焼いていきます。そうしたらこの上に香草をね、いけるか、潰しながら。よし、はい、ちょっとね、まだ焼いてるの間に時間があるんでね、こっちの梨をね、今度いただいたんで、これをデザートにね、剥いていきます。梨はこう剥けばいいかな。で、こう切って、こう切ってね。あ、でも色変わっちゃうか、梨って。か、で、皮をね、よいしょ、仕向けた。じゃあこれをちょっとちっちゃくね、切っとこうか。で、1個だけいただきます。うん、うまい、うまっ。みんなはね、鶏肉で何が一番好きですか？どんな料理が。僕はいつもはグリルで
焼いてわさび醤油で食べるっていうのがいつもそういう食べ方が多いね。鶏肉は、あとは、まあ、唐揚げとかも美味しいけど油使うからね、あんまやらないかな。今日のみたいなこんなね洒落た料理はねやらないです。でも意外とこれ上手にできたら簡単なんで、またね家でもねやってみようかなと思います。タイマーこんな感じになったんで反対側をね焼いてくよ。もうだいたい皮がねパリッとなったんで、反対側をね今度ね焼いてきます。はい、そしたらねこの余分な油を拭き取りたいんで、ちょっとこう斜めに傾けて拭きます。これね今動画見てたらローズマリーは後から振るんだったね、先振っちゃったんでちょっとこう失敗。ここは拭いちゃいかんらしいよ、なんか旨味があるんで、この傾けてここだけ取るみたいなね。そうしたら次に、白ワインビネガーで、こう炒めるんだけど、ないんで僕はね米酢でやります。米酢でもいいよって言ってたんでね、で米酢をねここにねこう回しかけて、ちょっと強火でねこう酸味を飛ばしながらなんかソテーしてくって言ってたんで、これを3回ぐらいやるって。でまたねこれ汁気がなくなったらもう一回ねこのビーッと回しかけて、ちょっと強火で、もう一回ね、なんかちょっとこの鍋とか焦げてちょっとこの汁が茶色くなっちゃった。でもこれでね完成ってことでね。まずこの肉を盛り付けてみます。一応ね、ちょっとシェフが作ったのみたいにはいかんけども。とりあえず肉はとりあえずこんな感じ。はいはい、じゃあ芋の方もねもう15分経ったんで、この水をねちょっと一回切ります。こう吹き芋にするんで、こう切ってねここにこう、ここに塩でね、塩ちょっと味見、うまっ。でここにね、レモン、レモンを絞って、でこのね、まあ、パセリ乾燥しかないんで乾燥パセリでまあ仕上げ、こっからだ。よし、はい、じゃあ今日はこれで完成。はい、じゃあ今日はねこういう感じでこのまま汁をこぼしちゃった、完成。はい、じゃあこんな感じ、今日はね、鶏肉料理の完成です。あとデザートはなしでね。はい、じゃあじいちゃん、はい、できたで、今日久しぶりに肉料理どう、はい、いただきます、はい、これ何だと思う、あこれこれ、うん、これ肉だ、豚の豚さっき俺鶏って言っただろ、豚っつって鶏っつっただろ、豚どう、うまい、うまい、うん、初の酢でやったの、酢豚か、酢豚じゃねえだって鶏だって。それ芋どう、芋いまいちなの、なんか茎芋じゃん、あオリーブオイルかけるの忘れた、俺芋そういえば最後に合わせた、あそうだオリーブオイルだ、塩辛い、塩辛い、あ塩よくて火とんだ。鶏肉はどうだ、うまいよこれ、これ1週間置いてよ、1週間プチッとシートで6日間かちょっとハムみたいになっちゃったけど、うまいんだこっちは辛い、今は辛いんだ、あーちょっと塩が効きすぎたか、反省だな。これでも本当オリーブオイルかけるとよかったかもしれない。今日は何点、うまそうに食うな、あんた肉4点なの、5点じゃねえのか、これはマイナス1点なんだ、こっちはマイナス1点か。よし、じゃあゆっくり食べや。はい、ということで今日はね久しぶりの肉料理ね、鶏のなんだこれ、鶏のソテー、鶏のソテーを作ってみました。さあ誰の真似をしたか分かるかな、分かった人はねコメント欄に書いてください。
ちなみにじいちゃんはね、何回も取りに行ってるのに豚豚っつってね、本当に困っちゃうね。でまた今度何食いて、じいちゃんは。うん、じいちゃんはかき揚げ。かき揚げ、おお、こんな暑い時かき揚げなんだ。一応頭の隅に入れておくわ。ということでね、今日は梨のおかげで5点になりました。バイバイ。